前回までのあらすじ。木星に調査を送った人々はそこで最近まで稼働していたであろう工場を見つける。そこで防衛エンジンの後継機であるイクシオンが製造されてたと知る。そしてこのイクシオンの利用を考える。なんとかイクシオンのサルベージに成功。タイクーンは一路取り付けるために木星に向かうのであった。部長です。紬だよ。とりあえず今は落ち着いているようだな。安定に注力したからね。で、今回は前回の太陽系の移動も考えて行動しないと。資源の回収だな。後バッテリーの問題も解決しとかないと。そうだったな。まあ資源回収してからだから今回で木星のイベントこなせるかわからないけど。まあまずは金星の周りの採掘と回収だな。この辺の鉄なんかはもらっておかないとね。そういえばさっき土星の調査結果の連絡があった。ブラックマーケットのところだったな。なんか襲われたようだけど無事に調査できたみたい。まあ研究ポイントが入っただけでもよかったかもな。そうだね。だけどメンバーがちょっとメンタルやられたって報告は気になるな。そういうこともあるだろう。とりあえずさらに調査してもらおう。これでまたしばらく時間ができたな。せっかくだしスキャンをしとこう。そうだ、採掘船も作っておこう。まあ資源は採掘して初めて回収できるからな。今一隻しかないからどうしても時間かかるし。これでスピードアップが図れそうだな。とりあえず太陽系の資源回収は大丈夫かな。今見つけた分であればな。何回目とか起きた。地球病の話だな。なんかさっさと太陽系を出てけって言ってる。ここに希望がなさそうだからな。まだ資源回収したいんだけど。とりあえず信頼の数値を見ながらだな。まあ今の信頼具合だとしばらく回収してても大丈夫かな。近いとフォーム調査が終わったみたい。どうやら凍った貯蔵庫があったようだな。現時点では何も見つけてない感じか。そのようだな。で、そこに行くためにどうするかか。ここは面倒だから氷を壊して。再起動の失敗を考えるとこれでよかったかもな。だね。さて、バッテリーできたら火星の方にも向かわなきゃ。今回バッチュで待ってたよ。偶然だろ。なんかここにいた人はいい人だったのかな。いや、遺体は海王星から運ばれたものだ。まあこれで土星の調査は終わりかな。研究ポイントの回収は忘れないようにな。それが終わってから次の調査だね。土星の回収が終わったから次はどこだ。海王星が近いね。ここにも知識はありそうだな。まあイベントマークついてるし、それぐらいはあってほしいな。しかし採掘を思ったより時間かかってるな。まだバッテリーができてないからいいだろう。でもちょっとずつ信頼が下がってきてるから少し心配。そうだ、記念碑の研究終わったんだった。 New upgrades are available for research. エッデンがアップグレード可能と言っているぞ。あ、新しいのできるようになったね。キノコもあるし。いや、言ってたのは違うと思うが。このレベルが解放された話じゃないの。まあそれも解除されたものではあるが。まあいろいろあるね。じゃあ次は何を研究しようかな。それだけポイントがないわけだが。まあ予約みたいなもんだよ。植民化か。裏で化学船がついたようだぞ。まだこっちが気になる。よし、これをやろう。まあ予約だけならいいか。じゃあ海王星の方を見に行ってみよう。ここは自力で移動だな。着いただけだとダメみたいだね。ここは宇宙ステーションか。さっきの遺体の人が管理してたところだね。なんかクルーはシェルターを破壊した方がいいと言ってるな。でもエッテンは違うみたい。まあ安全にことを進めるならな。とりあえず普通に回収をしてみよう。これで何か手に入ればな。まあダメでも次の選択肢が出てくるでしょう。
さて何か回収できたかな。いろいろと見つかったようだな。ポリマーもあるのは助かる。そうだな。さあ次だ。どっちがいいかな。強行突破はやめときよ。だね。今回は平和的に。まあそうした方がいいだろうな。あとちょっとで金星の鉄も終わるからもうそろそろ移動かな。海王星の方うまくいったかな。いろいろと見つかったな。すごいいい感じ。電子装置とかあと研究のアップグレードも手に入ったみたい。そのようだな。で最後はやっぱり強行突破か。まあやれるならやるしかないな。ただ他の人間もやろうとして失敗してたようだがな。ちょっと今は道路準備してるから待って。住居も準備してたんだな。どんどん人を増やしてるからね。で強行突破の結果はどうやら死者が出てしまったようだ。確かこの人は強行突破をしてた人でも殺されたって。一応自己責任だな。なんかガリローに赤いマークが。どうやら欠員の分だな。さっきの人か。とりあえず一度タイクーンに戻す必要があるようだ。うん、まだ回収作業やってる最中なのに。まあおいおい回収すれば問題ないだろう。ちょっとまだバッテリーは全部完成してないけど。とうとう移動させるのか。とりあえず今の状態で3サイクルは大丈夫だから。バッテリーをそれだけ用意したということだな。でここへは 2.9。 一応足りる計算だな。じゃあ向かってもらおう。大して資源はないがな。さよなら金星。じゃあ移動の間暇だから科学生を次の調査に向かわせますか。知識の回収と人員の補充は終わったのか。それは大丈夫。今度は天王星か。これで水金地科目土天界まで来たね。今は冥王星は外されてるから異常だな。また事故か。さあ天王星に着いたね。ここには何があるかな。なんだこれ。どうやら木があるようだな。え、地球以外で植物って生えるの。まずは分析だな。うん。おい、食料問題が起きてるじゃないか。そうなんだよね。なんか気づかないうちになくなってた。とりあえず昆虫農場か。まあそれしか食料を確保する手段がないし。なかなか設置場所に困りそうだな。せっかくきれいにしようと思ってたのに。まあこうなってしまった異常症がない。これで足りなければさらについてだな。とりあえず優先して作ってもらわないと。まだいろいろやってるのに。さっきの分析結果か。どうやら食用みたいだね。それは助かるが。ここは素直に収穫だ。少しでも食料問題をなんとかしないとな。さて食料確保できそうかな。とりあえずに15は手に入ったな。残りは謎のナオミプロトコル。単純に気を切るだけのようだがな。まあ食料は手に入りそうだけど、おそらく足りないんだろうな。ちょっと今度は農場準備してる最中なのに。とりあえず設置してしまった方がいいな。はいはい、確認します。ドロスの科学者が木を残したようだな。積みフォア星ってあるね。まあ追加の食料も手に入ったが。それでもダメな気がする。やばい、ストライキに入った。貯蔵庫か。それ以外にセクター1でも食料問題が深刻に。これはさっさと農場を作るしかないな。最低限資源管理は見直しとこう。音もなく植民化の研究が完了。もう作るのか。今はそれどころじゃないと思うな。とりあえず確認だけ。どうせなら食料問題解決できる研究ないかな。
これで行くと農場あたりだが。そういや、アップグレードできるよね。これは生産性が 10% 向上するようだな。ならやろう。とはいえ研究ポイントが足りないな。さすがに太陽系にはもう知識は落ちてないと思うから、本当にできるのは次に持ち越しになるだろうな。ちょっと食料問題解決してないけど。移動するのか。火星の周りは終わったからね。となると今度は土星か。待ち解放が安全だよね。バッテリーのことを考えるとな。では行こう。セクター2の食料問題は落ち着いたようだな。でも1の方は起きてるんだよね。まあ赤くないだけマシだろう。住居の方も問題になってきてるし。まあ人口も500人を超えてるしな。それもあっての食料問題だろう。今農場は全部で10個ぐらいだから、一つで50人ぐらいが目安か。それぐらい必要になるんだろうね。そして今度は引っ越し作業か。家がない人も増えちゃってるし。今一で必要な労働者が50人ほど足りない。そのせいで過労なんだな。これ労働者と非労働者といるんだよね。そうみたいだな。実際位置には330人もいるから。ということは10人を訓練するか、労働者を持ってくるかが必要そうだな。ちょっと後で調整してみよう。ということで引っ越し、ここで労働者が選べればいけそうだな。ちゃんと選択しないと。非労働者を移動か。まずは住居を何とかしようかと。1から2だと10人が限界だな。ここは6にしよう。ならもう少し引っ越せそうだな。本当信頼も落ちてきたから、ちゃんと解決していかないと。今6は労働者が15人ほど多いのか。それなら1に移したらどう。そうだね。じゃあタイプを労働者にして、行き先は1で、とりあえず15人。お願いします。これで1の労働問題が解決すればいい。多分足りないからまだ調整は必要だろうけど。 Population transfer complete。 どうやらさっきの引っ越しが終わったようだな。とりあえずこの設定が終わったら確認だね。じゃあ内部に。お、警告が消えたな。信頼も回復に入ってきた。これでようやく次に踏み出せそうだな。資源は回収していくけどね。落ち着いてきたし、多様性に行こうか。そこに行ったら次は天王星か。そしてその次に木星だね。海王星でやること終わったし、ようやく移動か。ここまで 4.7。 木星は 4.2 だったな。バッテリーは大丈夫だね。よし、天王星に向かおう。いよいよ終わりが見えてきた。木星のイベント次第だけど。そういえばえらい時間がかかったな。バッテリーの準備が思ったよりも大変だったんだよ。なるほどな。では天王星での作業も終わったことだし。採掘は終わったのか。終わってる。あとは運び込むだけ。いざ木星。これで本当の意味で話が進む。まあほとんどの資源を回収できてよかったけど。そういえば氷なんかも回収したんだな。あと少しは水素も持っていく予定。何が起こるかわからないからね。じゃあ木星のイベント再開しようか。ようやくイクシオンと接続だな。そのためにここまで来たからね。あとはこれで待ってる間に運んできてくれれば。では次の作業へ。これはただの完了報告だな。この月が重要だね。で、解体するかどうかなのか。まあ司祭になってもらうけど。ちなみに、あ、メッセージが入ってる。アドミニストレーター、We have received transmission from the Hephaestus PA. 人が話してる途中に。まあオリンピアの話を聞こうよ。
Tycoon, Ixion is now in orbit and ready for installation. もしかしてまた長話？ You are not designed to calculate your own vol coordinates. この話だと好きなところには行けなさそうだな。まあ他に選択肢がないからしょうがないけど。Or to follow the vol signatures of others that have crossed self-similar space. To make your existence worthwhile.You will need to find the coordinates どうやらそこに向かう必要がありそうだな。それがイクシオンの存在意義って言ってるしね。Vanya was right about the echoes of the future. I bestow upon you this miracle, and with it, release myself so that I may embrace the sleep that was stolen from me. ここでが面を変えるのか。やっぱり話が長いし。終わったようだぞ。部長、さっき途中で言いかけてたのは。次の指示は外部ビューからイクシオンを接続することだぞと言いたかったんだ。ならそれやらないと。まあこの仕事は終わってからね。じゃあ接続作業を始めようか。今他に何か作ってるのか。ソーラーパネルだね。まあ電力も心もとないし。でどっから行くんだ。ここに発見。時間が経ってしまったようだが、まあさっき見た後諦めて他のことしてたから。とりあえずはこれでできるのを待てばいいな。先にソーラーパネルから作るだろうからもう少し先になるだろうけど。まあしょうがない。しかしポリマ少なくなったな。どうやらイクシオンとの接続作業が終わったみたい。アドミニストレーター、We are ready to follow the traces of the Protagoras through self-similar space using the frequencies recovered from outer folks' black box. まあその分いろいろと持っていけるのはいいだろう。こういうのさっさと行った方がいいのか、じっくり行った方がいいのか迷うけど。この前のスターデウスでさっさと行ってきつくなった。だからこそ今回は回収を優先したんだけどね。とりあえず越点も完全に整ったと言ってるぞ。次はボールジャンプしてレムスっていう星を見つければいいんだね。じゃあ外に出てみよう。ここじゃないんじゃないか。こっちか。次の指示はジャンプすればいいんだね。じゃあこのエンジンで。バッテリーも問題なし。まずは全ての船が戻ってこないといけないようだ。まあ確かに置いてくわけにはいかないよね。そういう意味では資源回収を近くで行う作戦は悪くなかったな。めちゃくちゃ遠くに行ってたらここでも時間かかったろうし。あれまだ戻ってきてなかったけど、まあいいや。